はい、アカシックサーチのシンです。今回の動画は私にとってのスピリチュアルということで、お届けいたします。私のスタンスというものがどういうことであるかということを一応一本の動画で、まとめておいた方がいいなと思いましたので、こういうタイトルになっております。アカシックレコード、まあ、アカシックレコード自体が、まあ、スピリチュアルのカテゴリー範囲なんでしょうけども、一応それは置いといて、私にとってスピリチュアルということ自体が私の中での、検証していく対象の1カテゴリーに過ぎないということでございます。これ以外にですね、まあ、例えば天文学、考古学、経済学、まあ、いろいろあるわけですよ。いろいろあります。はい。で、一番私が興味があるのは、考古学が一番かな。で、二番目が、天文学ですね。はい。で、スピリチュアルそのものの興味対象としては、どうだろう、10番目ぐらいかな、ということになります。はい、アカシックレコード、まあ、私の鑑定はアカシックレコードサーチと、まあ、命名しているわけですけれども、それ自体はスピリチュアルのカテゴリーになりますが、スピリチュアル、まあ、言い方変えれば心霊と言ってもいいのかな、心霊とかですね、まあ、オカルトと言ってもいいかな、若干違うと思いますが、そういったものに対する好奇心は、まあ、カテゴライズした場合に10番目ぐらいにしかなりません。で、スピリチュアルの内容で、例えばですね、まあ、輪廻転生のことであったり、霊界のシステムであったりとか、例えば考古学であったら縄文人とかですね、天文学で言ったら、まあ、宇宙のどういったサイズの銀河があるかとか、インフレーションは起こっていたのかとかといった天文学の内容、それらを、まあ、アカシックレコードサーチで出していくわけです。で、実数としてもう30年近くやってますので、アカシックレコード鑑定士自体は32年やってますが、アカシックレコードサーチに入って、まあ、30年とは言いますけど、ほぼほぼ完成してからは20年間ですけども、まあ、この間でざっと最低で100万サーチはかけてます。はい、100万サーチ、もっとですけどね、まあ、最低100万サーチはかけているわけで、例えば、輪廻転生の仕組みに対してサーチをかけて出た結果というのは100万サーチかけた中の1個に過ぎない。ですから私の価値としては100万分の1でしかないわけです。価値としてはそうなんですね。この100万サーチの中のどの内容も価値としては同じなんです。なので、100万分の1ということなので、その出たサーチ結果にこだわりは一切ありません。はい、どちらかというとスピリチュアル系の内容は10番目ぐらいの関心があるというカテゴリーですが、さらには私にとって大事なのは100万というサーチ結果ではありません。アカシックレコードサーチが大事なわけです。例えとして言うならば、カメラが大事であって撮った写真はさほどでもないというニュアンスでいいと思います。はい、カメラが大事、カメラが好きで撮った写真は大事なんだけれども、思い出としてはただカメラを超えるものではないといった感じですね。はい。で、100万枚写真撮った中の1枚、それを、否定されようが何しようが、私としてはどうでもいい。例えばですね、木星に、人類はいるか、もしくはいたことがあるか。はい、私のサーチ結果では完全否定です。完全否定です。でも木星に人類はいたとする人も出てくるわけです。で、ここでバーサスで戦う気が全くない、全くない。なぜかというと、どうでもいい、100万サーチかけた中の1個に過ぎないので、私が木星には生命が誕生した形跡はない、
まあ、普通に考えてもそうなんですけどね、はい、あの圧力のことを考えれば、物理法則で考えたとしても、その物質がどう変化するかわからないというような木星の中心核の圧力でして、そんなところで生命が誕生できるわけないなと普通に考えればわかることですけども、まあ4次元5次元という論理を当てはめて、存在するとかって言われても、私は一応3次元世界の話でしてますので、噛み合ってはいないんですけども、何次元世界だろうといませんという答えがサーチ結果として出ています。でもいるという人が出ていきます、はい、でここでバーサスで議論し合うというのは全く意味がないです。どちらにせよ証明、まあほぼいないで証明はある程度取れますけども、まあ、厳密な 100% の証明が取れるわけない内容で戦う必要はないわけですよ。無駄な喧嘩です、はい、なので、私がこれはいないと言っても、いや木星に人類はいますよという考えの持論を持った人が出てきた場合にお願いですので、コメントしないでください。どうでもいいんですよ、はい、流してください。スルーですね、はい、こいつのサーチは当てにならないなと思ったらスルーでお願いいたしますということでございます。はい、要は私はここで戦う気がない、あんまりあのしつこいようであるならば、基本的にああじゃあいるってことでいいですよなんですよ私としては。まあリアルでこういう人がいた場合ね、ああはいはい分かりました。なぜかというと100万分の1でしかないわけで、あとの99999のサーチというものを重要視しますから、100万分の1のサーチ結果などいつでも捨てます。はい、どうでも良いということになりますね、はい、まあ、全てのカテゴリーにおいてそうなんですけども、どのカテゴリーで出たサーチ結果でも、それは違うと反論されましても、あそうですかしか言いようがないので、こういうスタンスだということ、私は、まあ、そもそもスピリチュアルというのが最重要項目ですらない、で、さらにはこの全項目も出したサーチ結果としてはさほど重要ではない、一個一個に関しては、考古学天文学が好きというだけであって、スピリチュアル系よりもより考古学ですとか、天文学の方を多くサーチしてきた、まあ、次は経済関係ですね、それらを多くサーチしてきた、数的にはスピリチュアルの内容っていうのはあまりサーチを多くかけていません、なぜかというと興味としてあまりないからです。その興味もない内容で一応動画で、まあ、一応サーチをかけたので、出してるんですけど、その内容に関してあのいやそれは罰だとか違うとかって言われましても、いやサーチ結果なんで何を言われたって変更しませんので、出た結果を言ってるだけなので、それを変更してしまったらそれは単なる主観の話し合いになってしまって、チャンネル趣旨とも変わってきますし、私が出したサーチ結果を変更することはありません。なぜならそういうサーチ結果が出たわけですから、当たってる外れてるが重要でもないわけですね、はい、調子が悪いと80% しか的中しませんし、調子が良くても95ぐらいですね。100なんて絶対いかないんですよ。はい。もうここに行ったら神様ですね。絶対ミスらないっていうのは。アカシックレコードはもう 100% です。ただし、私がこのサーチをかけるときにミスを起こすことが当然あるので、このぐらいの精度になってしまうということですので、どうぞこの私のスタンスをご理解いただきまして、あ、そういう結果が出たんだねという形で、見守っていただければ、よろしいかなと思うところでございます、その意味合いといいますか、そういうスタンスというのは概要欄とかにも、必ず全動画に明記は明示しているんですけれども、まあ、なぜかパラパラ、設定合戦というんですけども、自分の持論ですね、はい、持論、科学的に証明されうることがない内容を設定と言います、はい、設定をかぶせ込んできて私の、サーチ結果で出た
結果、つまりそれも設定です。設定を設定で攻撃するというのは野暮ということをぜひ知っておかれたら良いかなと思いますし、私のスタンスがそうだということをご理解いただければと思うところでございます。はい、以上でございます。ということで、また次の動画で。